皆さんこんにちは、くるみだれチャンネル略してくるちゃん。今回はこちら肥料、そしてこっちの活力剤。今回は肥料と活力剤の違いと使い方ご紹介していこうと思います。こっちの肥料、肥料に関しては、はい、先週ぐらいですかね、ご紹介した動画があって、そっちに、ハイポネックスだったり、あとは他の化成肥料だったり有機肥料との違いなんかもご紹介した動画があるので、まずは肥料の基礎知識はそちらでちょっと頭に入れておいていただくと、今回の動画見やすくなるかもしれないです。で、こっちの肥料と、今度は活力剤、こういったメネデールなんかもあるんですけど、活力剤として売られているものが結構ホームセンターに多く並んでるのを見ると思います。なんですけど、そもそもまずその肥料と活力剤の違いって何なんだろうっていうところと、あとはその使い方ですね。じゃあ一緒に使っていいの、どっちかでいいの、そういうところを今回はお伝えできればなと思っております。まず、基礎知識として肥料、はい、こちらのハイポネックス、液肥と呼ばれる液体の肥料なんですけど、私は夏の成長期だったりとか、植物がぐんぐん生育する機会に使うことが多いです。このハイポネックス、あとはマガンプだとか、肥料と名前がつくものにはそれに含まれないといけない栄養素っていうもの、基準っていうのが決まっていて、それを含まないと肥料っていうふうには名乗れません。なので活力剤っていうのは肥料以外のものっていうふうに捉えてもらっていいと思います。そしてこの肥料には植物の必須三大栄養素っていう窒素、リン酸、カリウム、これらが含まれてるんですけど、それは必須三大栄養素、これがないと生きていけないっていうものになります。で、私たちも必須栄養素とそれ以外のものっていうのがあるんですね。それと同じように植物も栄養素としては16種類の中のいろんな栄養素を含んでいって、どんどん健康状態を保っていくんですけど、それらも補助する役割として活力剤っていうのを使っていきます。なので捉え方的には、肥だったりの肥料、これはご飯です。ご飯で主食でなくてはならない、生命維持には不可欠なものになります。で、こっちの活力剤っていうのは点滴だったりサプリメントのような、健康を補助する、健康を促すような作用があります。はい、人で捉えるととっても分かりやすいと思うので、ご飯、サプリっていう風に覚えてください。で、今回は、まあ、その肥料はもう説明しているので、こっちのリキダス、私使っている活力剤についてご紹介していこうと思うんですけど、まずこのリキダスっていうのは、後ろに栄養素が書いてあります。コリン、フルボ酸、アミノ酸の3種類が配合されているそうです。で、私がこのリキダスを使っている理由としては、私が使っているハイポネックスの姉妹商品だからです。まあ、同じハイポネックス社が出しているので、こっちにあるものを補うために作られているっていうところで、効率よく使いたいので同じ会社が出しているものを使っています。この、コリン、フルボ酸、アミノ酸というこの3大栄養素なんですけど、まず1つ、コリンですね。コリンは、栄養そのものです。根の張りを良くしたりだとか、植物が生きるための光合成を促進してくれるような栄養素としてコリンが含まれています。あと、もう一つ、フルボ酸。フルボ酸っていうのはその栄養素、それこそ肥料に含まれる栄養素、リキダスに含まれるコリンだったり、あとアミノ酸、それらを植物に迅速に行き届ける手助けをしてくれます。なので、植物の欲しい箇所にフルボ酸が速やかに届けてくれる、栄養の吸収率をアップしてくれるのがフルボ酸です。そして最後にアミノ酸。アミノ酸っていうのは土の中の微生物を活性化させてくれます。それっていうのは
物っていうのは土の栄養を分解して植物に吸収しやすい形にしてくれるんですけど、その微生物を活性化させてくれるのがアミノ酸なので、根の周りの健康状態をアップしてくれる、吸収率を結局良くしているようなものがアミノ酸です。に加えて、このリキナスに関してはカルシウムが多く含まれています。カルシウムっていうのは人とかでもよく言われるんですけど、植物も不足しがちな栄養素です。で、そのカルシウムが不足すると、私お野菜は育ててないんですけど、お野菜はなんかトマトだったらお尻の方から枯れてくるような病気が発生してしまったりとか、あと観葉植物カルシウム足りなくなると葉っぱの色味が悪くなります。それがリキナスのカルシウムで補給してあげることで、青々とした綺麗な葉っぱをキープすることができるっていうところで補助してくれる役割をカルシウムは持っています。それらの栄養素を含んでいるので、これは植物の栄養を補助する活力剤として、今回私はご紹介しているわけなんですけれども、はい、じゃあこのリキナス、使うタイミングはいつなんだろうっていうところなんですけど、使うポイントが何点かあって、まず1つ目、リキナス活力剤を使うタイミングは植物が弱っている時です。弱っているっていうのは、例えば水切れを起こして葉がヘタっとしてしまっていたりとか、夏暑さに当たって夏バテでこう葉がふにゃっとなったり、あとは寒さに、逆に冬ですね、寒さに当たって葉っぱの色味が悪くなったり、植物はいろんなタイミングで体調を崩すんですけど、その崩したタイミングにこの活力剤っていうのは使ってあげます。植物が弱った時、肥料は与えていいのかっていうところなんですけど、肥料は与えないでください。植物が弱っている時っていうのは、人でいう風邪をひいた時だったりとか、あとは植物の植え替え直後っていうのは、植物が根に何かしらのダメージを受けていたり、葉っぱが当たったりとかもそうなんですけど、植物は少なからずダメージを受けるタイミングになってしまいます。で、植え付け直後だったりとか、暑さ寒さにやられてぐたっとしている時にこの肥料を与えてしまうと、人でいう手術直後、植え替え直後にご飯を急に食べろって言っても、なかなか食欲が湧かない、体力が回復しないっていう時、食べれないと思うんですね。その時人はどうするかっていうと、病院で点滴を打ってもらったり、お薬サプリメントで栄養を持続するっていうところになります。植物も同じように、こっちのリキナスで点滴をするような感覚です。点滴をしてあげて、まずは弱っているところから正常な状態に戻す、元気な状態に戻してあげます。それで体力が回復して正常な状態に戻った時、その時に初めて肥料、ご飯を食べられるようになります。肥料を与えてさらに成長を促す。なので、まずこのリキナス活力剤を使うタイミングっていうのは、植物が弱っている時、植え替えをした直後なんかがおすすめです。ただ気になった時はあげるっていう感覚で、補助的な要因で使っています。あとはこの活力剤、じゃあ弱っている時のサポーターだけなのかっていうとこなんですけど、そうではなくって、逆に元気な植物に肥料を与えるタイミングがあると思います。で、先ほどお伝えしたように、このリキナス姉妹商品なので、これらの栄養の吸収をサポートしてくれる、吸収力をアップしてくれる成分が入っています。なので、肥料とダブルで使ってもらうと、この液肥の肥料を迅速に吸収するサポートをしてくれるので、吸収率がアップして効率よく栄養を摂取することができます。なので、肥料単体で使うのももちろんいいんですけど、さらに植物を補助してあげたいときは、この活力剤をダブルで使ってあげる、植物に肥料を使うタイミングでこの肥料と活力剤をダブルで使ってあげるっていうのも一つおすすめです。ただ、このリキナス活力剤っていうのは必須ではありません。はい、先ほどお伝えしたように、ご飯、サプリメントは人も一緒で、ビタミン取ってたり鉄分取ってたり、その人それぞれに、
皆さんが欲しいものを選んでると思います。この活力剤も必須ではなくて、欲しそうだなっていう植物、迅速に栄養を補給してほしいっていう時には、まあ、補助要因として使ってあげるっていう形で大丈夫です。必須ではないので、メインはまあ肥料、元気な株に使ってあげる、さらにパワーアップしたいならリキダスで迅速に栄養を吸えるようにってとこで使ってあげましょう。リキダス、活力剤を植物に与える時、弱った植物に単体で与える時のタイミング、時間帯は朝をおすすめします。なんでかっていうと、植物は夜、まあ、眠った状態で朝日と同時に光合成を始めます。そして日中、その光合成はピークを迎えて、また日が暮れると同時に光合成はどん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 緩やかになっていくんですけど、リキダスを朝あげてあげると光合成を促す成分が入っているので、その日中の光合成がより一層しやすくなる、促されて元気に元気に最大限活力剤を活用するっていうところで、日中の光合成する前に与えるっていうところがいいと思います。また土が濡れた植物に活力剤をあげても、土がなかなか活力剤が薄まった溶液を吸いにくくなるので、乾いた時に、まあ、水やりを1回この活力剤を薄めた溶液に変えてあげるっていう風にしてもらうと、土も活力剤入りの水を補水しますし、植物もその水を吸いやすいっていう時になるので、あげるタイミングは土が乾いた朝あげるようにしてください。植物の表情を見て水が欲しいタイミングにあげてもらうと、たっぷりしっかりと吸収してくれると思うので、使うときはぜひ朝をおすすめします。はい、先ほど活力剤は植物が弱ってる時にあげましょうっていうふうにお伝えしたんですけど、闇雲に弱ってる時に与えればいいっていうものではありません。まずは植物を観察するっていうことも必須になってきます。なんでかっていうと、植物が体調を崩している理由が一つではないからです。例えば水切れでクタッとしている、暑さ寒さでクタッとしている、弱っているっていう時には、この活力剤を使ってあげると栄養の補助になるので一気に回復に向かいます。なんですけど、例えば弱ってる理由が純粋に置いた場所の日照不足、あとは、考えられることとして病害虫の被害、それらに関しては活力剤で元気を与えることはできません。日照不足であれば、いくら活力を与えたとしてもやっぱり日光が足りないので、光合成を促されたところで日照不足は引き続き続いてしまいます。なので日照不足である場合には、まずは場所を変えてあげるっていうことが必要になります。変えてあげて、かつ活力剤で補助する、それならいいんですけど、ただ日照不足の子に活力剤を与え続けても、それは形が崩れる、間延びをしてしまったり、まあ、活力剤がうまく機能しなかったりっていう風になるので、まずは場所、その場所の日照不足じゃないかどうかっていうのを確認してあげてください。あとは根腐れ、根腐れっていうのは土が水を補水しすぎて根が窒息することで根が腐る、それが根腐れなんですけど、根腐れの時にはいくら活力剤を与えてもそれを吸う根が腐っているので、まずは新鮮な根っこを出してあげるっていうことが必要になります。っていう風になってくると、まずは根が出るのを待たないといけないので、このリキダスを与えるよりもこっちのメネデール、根腐れした植物の新しい根を出すんであれば、メネデールを使ってあげた方がいいと思います。それか純粋にただただ養生をしてあげて、新しい根が出てきて植物の健康状態が良くなるところまで養生してあげるっていうのもあるんですけど、まあこういったメネデール、根や根が出るメネデール、メネデールなんかを活用してもらうのもいいかと思います。で、元気になったらこっちのリキダスだったり、肥料ハイポネックスだったり、はい、使ってあげるといいと思います。で、もう一つ、病害虫
ですね。病害虫によって植物が弱っている時は害虫の駆除やカビ類なんかの殺菌消毒をしてあげないといけないので、それはそこを取り除かないことにはいくら活力をもらって元気をもらったとしても病原菌は取り除けません。なので病害虫で弱っている時はリキダスではなく、まずはその病気を取り除いてあげる。貝殻虫や肌荷がついているのであればそれらを駆除してあげる。炭疽病だったりとかのカビ菌の病気が出ている時はそれを取り除いてその病気から守ってあげるっていうことをしてあげないと植物は回復しません。ちゃんと植物の状態を見て、植物がどうして弱っているかっていうところを確認してもらってから、いろいろ植物に対してアプローチをかけていく必要があります。なので活力剤を使うとき、あとは消毒なんかを使うときっていうのは日々の観察で見極めていきましょう。では今度はこちらリキダスの溶液の作り方をご紹介しようと思うんですけど、この溶液の作り方に関しては、先ほどお伝えした肥料の回でハイポネックスの薄め方をご紹介してます。それと変わらないので、この後ろに観葉植物は200倍って書いてあります。なので200ミリに対して1ミリ、100ミリに対して2ミリっていう形でこれは溶液を作っていただければいいんですけど、先ほどからお伝えしているように活力剤と肥料はダブル使いしてあげると栄養がさらに吸収率アップするので、今回はこの2つの混ぜ方をご紹介していこうと思います。私が毎回使っているのはこちらのスポイトタイプのボトルなんですけど、これは土ダイレクトにふーっと出せるので、はい、そこは後でお見せしようと思います。使い方としては、まずはこのハイポネックス溶液を作ったところにリキダスを入れてあげる、それだけなんですけど、この2つをもうそのまま直接混ぜてしまうとジェル化してしまうそうです。ハイポネックスさんのホームページなんかでもお伝えしているようなんですけど、なので溶液の中にリキダスを入れてあげるっていう風な手順で入れていきます。まずは、ハイポネックスの溶液から作っていきます。まずはお水をこのボトルにちょびっと入れてあげて、こうすることでボトルの底にたまることなく入ると思います。そしてハイポネックスを1ミリなのでほんとちょびっとです、入れてあげます。で、そしたらハイポネックスは私は500倍なので500入れていきます。このボトルの楽なところは後ろに目盛りがあるので、その目盛り通り入れるような感じで使えるので、ホームセンターとかに売ってます。あとはアマゾンにも売ってるので概要欄に載せておきますね。500ミリでお水が入りました。そしたら今度はここにこちらのリキダスを混ぜていきます。このリキダスは多少ちょっと酸っぱい匂いがします。お酢のような匂いです。薄めてしまえばあんまり気にはならないんですけど、ちょっとそれは、一つまあお伝えしておきますね。酸っぱい匂いがしても問題はないです。それはリキダスの匂いです。はい、リキダスも1ミリ入れてあげて、これで完成です。あとはまあちょっとこう入れて混ぜるぐらいなんですけど、これでハイポネックスとリキダスの水溶液が完成しました。全く溜まったりとかすることなく溶液ができています。これを植物に水やりのタイミングで与えてあげる。肥料の回の時に水やりの1回をハイポネックス溶液に変えましょうっていう風なお伝えをしました。それにリキダスを混ぜてあげたような感じです。リキダスとハイポネックスダブル使いのお話ししたんですけど、リキダスを使う時の溶液の倍率こっちにまとめてみました。はい、観葉植物はもちろんなんですけど、エアプランツを育てている方なんかもいらっしゃると思います。あとはこのリキダス、
単体で使う分に関しては葉の霧吹きで葉っぱから直接栄養を与えることもできます。これを使うときは、結構弱ってるとき、例えばもう根腐れしていて根っこから栄養を吸えない、活力剤を吸えないっていうときには、葉っぱからダイレクトに活力剤を与えるっていう、もう強制的に吸わせるようなやり方があるんですけど、葉っぱに霧吹きとして吹きかける場合は、葉っぱの裏に葉っぱの呼吸する気孔っていうのがたくさんあるので、葉の裏に息出すの溶液霧吹きかけてあげると植物が吸ってくれて回復を促せるので、本当に弱っている時、根っこも弱っていて本体も弱っていて本当に弱っている時に葉っぱに力出す活力剤で補助してあげてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は活力剤と肥料の違い、リキダスとハイポネックスの違いと、あとはその使い方、タイミングなんかをお伝えしてきました。活力剤と肥料の違いが分かってくると、さらに観葉植物を生き生きと元気に育てるっていうことができると思うので、ぜひぜひお試しいただきたいダブル使いです。この2点は、Amazon で私は買っているので概要欄に載せておきますね。よかったらそちらからぜひぜひ買って試してみてください。今回の動画参考になったなって思ってくださった方、ぜひぜひグッドボタンお願いします。あとは、チャンネル登録もお待ちしているので、はい、これからも皆さんが知りたいなって思ってるような、情報を配信できるように毎週金土日配信していきます。ぜひぜひ見てください。くるみどりチャンネル、くるちゃん、今回はこの辺でバイバーイ。